皆さんこんにちは、バンチャンネルです。ただいま大阪梅田車内から撮影しております。今日はですね、ルミックス G8 の夜間撮影テストですが、マニュアルフォーカスで撮影しようかなと思っております。ルミックス G8 の弱点であるオートフォーカスでございます。それならばマニュアルで撮影したらどうなるかっていうことをですね、今日は中心に検証していきたいと思います。ただいまちなみにマイクの設定はマイナス 12dB で内蔵マイク使っております。マイクリミッターオフですね。音がなるべく割れないように撮影いたします。そして先ほど申し上げたようにフォーカスですね、ピント合わせはマニュアルです、いわゆる MF ですねにしております。なので基本的にですね、ちょっと遠くの方が映るようにしているので、手前の方はほとんど多分映ってないというか、ピントが合ってないと思います。ちょっとだけ変えてみましょうか。こんな感じでね、ピントが変わります。これね、あ、よし、やっぱ梅田は夜やけど結構人いますね。堂島町交差点ですね、次のとこ。ちなみにね、これルミックス、まあ、G8 のマニュアルモードなんですけど、マニュアルモードっていうかマニュアルフォーカスモードって言った方がいいんですかね。これも多分設定によりけりなんですけど、背面の液晶ディスプレイに、なんすかね、こう、青色のなんかギザギザっていうのがあって、ピント合ってるところがそのギザギザが縁に出るっていうね、そういう機能があるんで、結構液晶のディスプレイ見ながらでもピント合わせやすいですね。今ちょっとそのピント合わせながら、ちょっと、こう、フォーカスの合う場所、距離を決めております。こんな感じね。ライトつけっぱなしです。すいません。保護者の方すいません。今ちょうど清水道筋の高架の画面奥右に見えてるT字の部分ぐらいにピントを合わせてますね。基本あれぐらいで合わせたいと思います。どうしてもね、オートフォーカスだとこの暗さだとですね、ピントが迷って非常に見にくい動画になるので、ちょっとそれを抑えております。今ちなみに4時50分ですね、時刻は。結構もう夜もかなり開けようとしてる時なんですけど、あ、無理か。ここ絶対信号止まるんでね、あんまりアクセル踏まん方がいいんですよね、この場所は。やっぱこの時間帯タクシー多いですね、こうやって見てみますと。今ちなみにね、今ピンターってのはどのあたりだろう。今ちょうど自転車が通り過ぎ去ったところぐらいかな。うん、ちょっと歩行者に合わせてますね、っていうか合わせてみますねっつっても、歩行者が結構やっぱ難しいんですよね、動くのが。今歩行者ぐらいになってますね。夜間はあれですね、手持ちで撮影する場合でもマニュアルフォーカスの方がいいかもしれないですね。うん、今歩行者になってますね。朝早くからお疲れ様ですって感じですけど、ちょっと遠くに合わせますね。これね、タクシーの運転手さんはね、大体信号のタイミング分かってるんで、結構早めにアクセル踏みますね。なんで、まあ道知らない人はタクシー運転手さんに合わせて走った方が無難ですね。そうすると大体タイミング合うんで、タクシーの運転手さんがゆっくり進んでるところをアクセル踏みまくるのは無謀ですね。どうせまた先ですぐ捕まるんで、基本ね、そうやと思います。ちょっとこれ前のタクシーさんにピント合わせてみますね。こんな感じかな。あ、早っ。で、ピント合わすときですね、画面の下の方ですね、液晶画面の下の方に大体の距離計みたいなのがこうビジュアルで出るんですよ。左に行けば無限大、まあ遠くの場所を取る場合ですね。で、右に行けば拙者というふうに花形のチューリップのマークみたいなのが見えるんですけど、まあそれで大体の距離をですね、頭に叩き込んで、あとは液晶画面のその紫色のギザギザですね。それを見ながら、まあ、ギザギザのあるところでピントを確認するっていうことですね。今どこにピント合ってるんだろう。ちょうどタクシーぐらいですね、前の。走ってるタクシーぐらいにピントが合ってます。例えばパナソニック、ルミックス G8 ですね、 DMC-G8 のマニュアルフォーカスで夜間手持ち車載動画を撮影しております、バンチャンネルです。
自衛党の党首であり党員である唯一の、メンバーバンチャンネルがただいまパナソニック自衛党のマニュアルフォーカスのチェックをしております。というのもね、まあ、先ほども申し上げました、何回も同じこと言いますけど、ルミックス自衛党の、まあ、弱点の一つである夜間のオートフォーカスの弱さですね、これをですね克服するためにはやはりもうマニュアルフォーカスしかないんじゃないかなと、まあ、もちろん他にも方法あると思うんですけど、とりあえず私の今考えつく方法の一つにこのマニュアルフォーカスがあったので、ただいま、マニュアルフォーカスで撮影しております。いかがですかね皆さん。まあもちろんフォーカスの迷いはないと思いますけど、その他音声とかあとは手ブレ補正の感じですね。今手ブレ補正、ボディ内手ブレ補正を、オンに有効にしております。レンズはですねライカ 12mmF1.4 レンズなんですけど、これは多分ねレンズ内の手ブレ補正が効いてないと思うんですけど、まあ、それでも全然問題なく多分揺れ防止的には動画的にはですね余韻のない動画になっていると思います。今ピントがあっているのはちょうど前を走っている私のこの走行レーン走っているタクシーですね、タクシーに合っております。これは新大阪ですね、やってきました。で、まあ、これは今回のマニュアルフォーカスと全然関係ない話なんですけど、やっぱりこのライカ 12mmF1.4 レンズってねものすごく重いんですよね。単焦点レンズで明るいレンズなんでものすごく重くてまあ、G8 は一眼ミラーレスカメラなんでレンズ交換式ねできるんですけど、やっぱ重いんでね、右手で今カメラ持ってますけど二の腕がねプルプルプルっとしてきて、もうほんま1分2分ぐらいが限界ですね。1分2分ぐらい経ったらもう左手に持ち替えてみたいなことをしないとダメなんで、やっぱりこの重さっていうのはこの明るさ、レンズ性能とトレードオフってよく言いますけど、まあ、仕方のない部分ですよね。非常にこの重さがこの G8 とライカレンズの組み合わせの欠点といえば欠点ですね。本当に重いです。まあ、僕はもうちょっと筋トレしてね上腕二頭筋とか鍛えたらいい話なんですけど、そういうわけにもいかない。急にねジンバルみたいな揺れ防止が効くような腕にはならないんで、ちょっとこれがね非常に手持ち撮影では特に片手撮影ねめちゃくちゃしんどいです。ちょっとまた左手に持ち替えます。今、はい、左手持ち替えました。サーカスみたいなことやってますけど、ただマニュアルフォーカスで今ね皆さんに動画をご覧いただいておりますけど、やっぱりフォーカスの迷いがないんで、オートフォーカスするとねどうしても過去の動画見ていただいても分かるんですけど、この辺りでねぼやけたりしてカメラがどこにピント合わせようかなって迷うんですけど、それがないんでねとても見やすい動画になってると思われます。まあ後でねこの動画をパソコンで編集してまた YouTube 動画として公開するんですけど、その時に初めてですね、私バンチャンネル今カメラマンやってますけど、皆さんがどういう動画を楽しんでおられるのかっていうのがですね詳細が分かるわけですね。今カメラの背面液晶ディスプレイの小さな画面を見ながらですね動画撮影しております。ただまあ、そういうカメラがあるかどうかわからないんですけど、右手でねマニュアルフォーカスの距離をこう変更できるようなカメラがあるといいんですけどね、どうしてもレンズリングっていうんですか、レンズにあるフォーカスリングを、まあ、基本的には左手ですね、左手で操作して、まあ、右手でカメラをグリップするっていうね、それが一眼カメラの、まあ、というか一眼カメラというか普通のカメラの出来方作り方というか構造なんですけど、これをね右手で全てシャッターからフォーカスから全て対応できるカメラ、まあ左手でもいいんですけど、なんかそういうねカメラ出てもいいんじゃないかなと。でもしかしたらそういうカメラ今存在してるかもしれないですけど、今というか過去にねいろんなカメラあったり存在してるかもしれないですけど、それ結構いいと思いません？片手で操作できるカメラっていうの、別に両手で操作できないとダメなんていうことは誰が決めたのか分かんないですけど、そんなことは全然ないんで、ちょっともしこの動画見ていらっしゃるカメラ関係の開発の方いらっしゃったら、ちょっと片手で操作できるカメラを開発してください。でまあバンチャンネルは右利きなんで基本的には右で操作できたらいいんですけど、やっぱりいろんな利き腕の人いるんで、左腕で操作できるカメラっていうのも
ね、あってもいいかなとか思ったりもします。まあ、全国の左利きの方も多分今うなずいてらっしゃると思うんですが、タイムバンチャンネルがですね、右手で G8 をグリップしながら動画撮影しております。動画の設定はですね、フルハイビジョンの 60p ですね、フルハイビジョンでは一番高画質設定で撮影しております。この上にね、 4K の 30p っていう動画設定もあるんですけど、まあ、4K はねデータ重くなるんで使っておりません。あとはあのフレームレートも 30p しかないんで、ちょっとこう滑らかさに欠ける動画になるということでね、まあ、いろいろ言い訳をして 4K は使っておりません。本当あの片手でフォーカス変えれるカメラあったらめっちゃいいんですけどね。もしかしたらコンデジとかでそうなるんかな、ちょっと分かんないですけど。おお、結構揺れますね。ここ夜のね、今新御堂筋っていうところ走ってるんですけど、国道423号線ね、大阪の南北を結ぶ幹線道路ですが、みんな速いね。今僕がね、これ60キロで走ってるんですけど、60キロで走って煽られるんですからね、もう恐ろしい道路ですよね。一応あの法定速度が60キロなんですけど、今からあの僕の横を通る車は多分100キロ近くで走ってますね。まあ、別にその告発する動画ではないんですけど、もうちょっとみんなね、狭い日本なんですからゆっくり走ってほしいですよね。はい、まあ、というようなこともこう思いながらですね、自衛党の党員であり党首であるバンチャンネルがタレマルミックス G8 ですね、 DMC G8 の手持ちマニュアルフォーカス動画撮影試験をしております。ピントはね、今私のこのレーンを走ってるタクシーの方に合ってると思うんですけど、いかがでしょうか。タクシーも同じとこ行きますね。まあ、というわけでね、まあ、今回は DMC G8 ルミックス G8 のマニュアルフォーカスチェックをしてみました。この動画がこれから G8 購入考えている皆さん、すでに購入してるけど撮影の仕方がよくわからないという皆さん、全てのカメラファンの皆さんの役に立てば幸いです。というわけで、動画面白かったらいいね、評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回の動画まで、さよならです。バンチャンネルがお送りしました。皆さん良い一日を、そして良い G8 ライフを。